ネベはフランス、ブルターニュ地域県、フィニステール県のコミューン。ネベは北をポンタバンと接し、東側はアバン川と接する。川を挟んで対岸はリエックシュルベロンである。南は約7キロメートルの長さで大西洋に面している。西はトレギャンクと接している。ギザギザに入り組んだ海岸は交互に岩の崖が迫っている。砂浜は広いか狭い。 ネベはかつてキャンバス生地とベルランジュ生地の食行が多くいたことが知られた。また、ネベで女性が結婚すると持参金はお金よりむしろ家庭用不製品にして換算した。ネベ産の生地はポンタバンの市場で売られ、またケルドリュックやメネックの港から輸出されていた。1880年代に生地の小取引は停滞している。 1686年5月26日、バルバリア海賊の船がネベ沖で座礁した。フランスはアルジェの大使と和平を結んでおり、コルベールは乗員を適切に扱うよう指示した。ムーア人80名がこうしてカンペールへ搬送された。1795年7月15日、イギリス海軍は共和国軍の転覆を目論んでネベにあるラゲネズの浜に、 王党派2000人を上陸させようとした。確かに、ほんの数日前にイギリスは無謀にもキブロン半島に上陸しようとしていた。しかし彼らは行く手を阻もうとしたオッシュ将軍の軍と衝突してしまった。王党派はラゲネズ砦から大砲で撃たれ、一度海へ押し出された。イギリスはしかし計画を断念しなかった。王道派の少数がロスピコの入り江に上陸した。イギリス人は、 すべてのものを火に投じ、住民を地祭りにあげると信じられていたので、ネベの住民たちは家を捨てて逃げた。いわゆるイギリス人たちは非常に丁寧だった。彼らは食べるものがないか探しに住宅に現れたが、その後ポンタバンへ素早く進軍していった。数日後、1700人の共和国軍兵士がケラングラに到着した。村と海の間にあるすべての土地がテントで埋め尽くされた。 しかし彼らは遅すぎた。応答派はすでに現地を去り、モルビア湾へ戻っていたのである。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。